レズトランスバイブレーター。レズは2001年11月22日に発売されたセガのプレイステーションにドリームキャスト用ゲームソフト。セガの PS に参入第1弾タイトルでもある。開発はユナイテッドゲームアーティスト。プロデューサーは水口哲也。2008年1月30日に Xbox 360版。レズ HD が Xbox Live アーケードで。 配信開始された。2015年12月7日に開催された、プラシャアエクスペリエンス2015にて、PSVR タイトルとして、最新作、レズ・インフィニット発表、2016年10月13日に、配信開始された。CM でのキャッチコピーは、打って、乗って、絶頂へ。ジャンルは、ミッドナイトハイシューティングと呼ばれ。 シューティングゲームに音楽ゲームの要素を合わせたようなゲームである。プレイヤーは未来のコンピュータ内部に侵入し、ビジュアライズされた電脳空間の世界でウイルスを撃退することで、疑問や矛盾など、あまりの情報量によってフリーズしている、エデンと呼ばれるシステムを回復させていくトランス、感覚体験ソフト。USB ポートに差し込んで使う振動ユニット、トランスバイブレーターを使うと、 この快感はさらに上がる。胸ポケットサイズの大きさで体のどの部分につけるかはプレイヤーの好み次第。画面はワイヤーフレームで構成された電脳空間となっており、敵となるウイルスをロックオンし、レーザーを発射し、ターゲットを破壊する。ステージの最後にはボスとなるファイアウォールがあり、これを破壊すればクリアとなる。 このコールとレスポンスの効果音はパーカッションなど楽曲の音になっており連続でウイルスを撃破することにより効果音はリズムを刻むようになる。他、BGM はステージ内の一定区間が進行するにつれ多彩になる。プレイヤーの動き、映像、音響、振動はシンクロし操作が上達してくるにつれ独特のグルーブ感が生まれ効果音は BGM と合わせて テクノミュージックを構成する一要素となり、プレイヤーに対して、陶水感を生み出すようになっている。これは、コンセプトである、共感覚の視覚、聴覚、触覚にそれぞれ反映されたものである。シューティングゲームとしての他の要素は、青いアイテムを8カウント取得することで時期の姿、及び、ロックオンレーザーのエフェクトが変わって、ライフが増加する、というものや、赤いアイテムを取得することで、 ボンバーとして、オーバードライブが使用できるといったものがある。一部モードではスコアが集計されており、敵をまとめてロックし倒すことで、スコアが大きく上昇する。各ステージ終了後は、敵の撃墜率やアイテム回収率などが集計される。また、このゲーム専用の PS2 用周辺機器として、トランスバイブレーターが発売されている。Xbox 360版では、 プレイに使用するコントローラ以外にコントローラを接続することでトランスバイブレーターとして使用できる。イベントにおいてはより透水感を生み出すための特性のシナスタジアスーツに対応したゲームバージョンが公開され体験することができる。本作の先進的なゲームデザインはゲームデベロッパーズチョイスアワードをはじめとして様々な賞を獲得している。ありがとうございます。